今日はリクエストだよ。今日は2021年11月13日。気温8度、天候曇り。ここは千歳川です。今日はリクエストいただいた厚別区に行っちゃうよ。それでは出発です。もうじき移転しちゃうよ。明治30年に建てられた石造りの倉庫、千歳川の堤防拡幅のため、存続には移転が必要なようです。青線が現在の河川用地、赤線が拡幅される河川用地です。これが旧岡田倉庫、もろに河川用地に入っています。旧国道沿いの B さんは今住んでいますし、そもそも移転するとはみ出してしまいます。今は A さんのところに移転する方向で話が進んでいるようです。厚別特集と言っておきながら、いきなり厚別情報でした。それでは今日のラインナップは、新札幌副都心は昔軍事施設だった。堂々厚別停車場、通りってなんで地味なの。水恋橋、意味深な名前の謎。東にあるのに西通り踏切、なんで。森林公園駅、もしかしたっけ別の名前だった。以上、豪華5部構成におまけを添えてお送りします。それでは行ってみよう。のっぽろ五線橋を走ってます。快調に走ってたはずだけど、急に違和感が発生したよ。とりあえずチャリを止めて確認しよう。この感じはあれなんだよな、やっぱり後輪がパンクしてました。でも大丈夫、予備のチューブ持ってるよ。必死こいてチューブ交換しましたよ。治った治った。それではチャリ再開します。新札幌まで一気に行っちゃうよ。以前新のっぽろ歩道橋の近くで声をかけてくださった視聴者さんが厚別をリクエストしてくれました。昭和52年新札幌副都心の商業施設が開業、そして行華堂と日も開店。この年は厚別市民にとって買い物機会が増えた年であり、市内商店にとっては衰退元年でした。さて看板裏側ですが、ここから札幌だよ。のっぽろ川を渡ったら厚別中央、そう新札幌です。高層ホテルもあって都会的ですよ。新札幌のいいところは昭和な部分もあるところ。 JR のガード下は古き良き時代を感じます。今はビルに囲まれて外観を見ることができない新札幌駅。昭和48年の開業時、周りには何もなかったよ。そんな時代を感じる喫茶店がありますよ。ガード下にどっぷり陣取る喫茶店です。全席喫煙家です。昭和といえばタバコの香り、今では肩身が狭いですね。ここがガード下と確認してから入ってみましょう。店内はレトロ感満載です。椅子が昭和ですよね。頼んだのはナポリタン。喫茶店といえばナポリタンです。大盛りにしたのでこのボリューム感ですよ。たっぷりのケチャップがうまそうです。しっかり粉チーズ振ってみます。かけすぎたかな。とっても美味しくいただきました。ここは新札幌サンピア座前です。 JR と地下鉄の駅があるターミナルです。かつてここがどんな場所か見てみましょう。新札幌駅付近ですよ。この辺りの道は複雑に曲がってますね。新札幌駅は昭和48年開業、サンピア座を必死こいて作ってますね。この頃の団地は今より低層のようです。新札幌副都心として開発する前はどんなんかな。およよ、倉庫みたいな建物ありますよ。これは厚別弾薬庫。昭和19年に作られ、4000トンの弾薬を保管できました。くぼ地だったところに隠すように作られてたよ。現在の写真に重ねてみると新札幌が弾薬コートと分かりますね。サンピア座の裏側、科学館の方に来たよ。この辺りは起伏が激しいと分かるのがこちら。正面では1階は階段を上りますが、裏では階段を下ります。
以上、新卒プロの秘密でした。ここは厚別中央2条2丁目、かつて朝日町と呼ばれてた地域です。目の前は国道12号、そしてこの道なまら地味ですが堂々です。ほらね、厚別停車場線と言います。行ってみよう。堂々を示す看板は特になさそう。堂々というより生活道路のようです。そしてなんと終点に駅がありません。これは一体どういうことだ。駅はここから170メートルくらい離れてます。厚別駅付近ですよ。黄色い線が堂々厚別停車場線です。確かに駅に達してないです。駅に続くのは厚別西通りです。なんでこんなことになってるのかな。かなり昔は停車場線しかなかったみたい。そして昔から駅には達してないよ。集落は停車場通りと旧国道沿いに集中してます。どうしてかな。治水地形分類図を見ると停車場線や旧国道はのっぽろ丘陵の中央にあるよ。再び昔の地図を見てみると見事に湿地を避けて道と鉄道が引かれ町が形成されていると分かります。非常に地味で主役の座を明け渡したように見える厚別停車場線ですが、今でも学校、神社、警察、郵便局などインフラが集まってますよ。改めてこの道を見ると先人の苦労が感じられますね。駅までの道には農協の倉庫があります。昭和48年、貨物の取り扱いは廃止されたけど、昔はさっきの弾薬庫まで専用線があったようですよ。厚別駅といえば江別方面の普通列車に乗ると特急に追い抜かれるイメージですよね。追い抜きができる駅を交換駅と言いますが、札幌の次の交換駅は厚別なんですよ。元貨物取扱駅だから広い構内を活かしてますね。この辺りの開拓は長野県から入植しました。厚別の総鎮守です。ちなみに清田にはこの字を書いて足利別と読む神社があります。よろしければこちらの動画をご覧ください。信濃神社の創始は明治16年頃、明治30年諏訪大社の御分霊を奉還しました。今は立派な社殿ですが、創建時はこんな感じでした。さて、国道12号の旧道を東へ進みますよ。来た道はこちらです。この橋の対岸には大人の休憩施設があります。やっぱ旧国道沿いにはありがちですよね。そしてこの橋の名前は水恋橋。なんとも意味深な名前です。橋の下は降りられるようになっています。ここを流れている川はのっぽろ川。見るからに水量少ないですね。しかしのっぽろ川に架かる旧国道橋ならのっぽろ橋になりそうなのに、なんで意味深な名前になったのかな。水恋橋付近ですよ。赤線が今の国道12号、こちらが旧国道、こっちはさらに昔明治からの旧国道です。この辺りで水道が始まったのは明治24年頃。水田は拡大しましたが、問題は水でした。のっぽろ川の水量は少なく水の取り合いでした。そんな水恋しさからこの橋が水恋橋と呼ばれたようです。新札幌の開発で一気に宅地化したこの辺り、そんな過去があったんですね。意味深な名前は決して大人の休憩施設は関係ありません。さて、旧国道近くの面白ポイントに行きますよ。のっぽろ川とこのっぽろ川の間で唯一線路を渡れるこの踏切、道路付けが不自然なところもツッコミどころですが、そもそも名前が不自然なんですよね。そんなこの踏切の名前はどっから見て西なの。厚別駅から見ても新札幌駅から見ても東にあるこの踏切、名前間違えたのかな。西通り踏切付近ですよ。道の付き方変ですよね。
画面に映ってるのは全部札幌市ですが、昔は違いました。線路より北側、のっぽろ川より東側はなんと江別。大正2年までは線路より南側も江別でした。線路より北側は屯田兵、のっぽろ兵村の合流地でした。この踏切は江別の西端にあることで西通り踏切となりました。大まかに言うと、のっぽろ側から東側は江別でした。北側は白石村に編入された後も土地所有者は江別町のままでした。土地が小作人に売り払われたのは大正15年でした。線路より北側は官地、南側は民地だったことにより開拓はそれぞれ行われました。この不自然な道路付けは、そうした歴史が反映されているのかもですね。国道12号沿い、札幌東税務署の近くにはこのっぽろ神社があります。この辺りは昔越中山と呼ばれてました。越中、今の富山県からの入植が多かったそうです。このっぽろ神社は明治38年創建、この地がまだ江別村だった頃ですね。境内には昭和63年に建てられた開基100年記念碑があります。裏側に回ってみると越中山町内会の名前がありますね。越中山の名前は町内会として残っているようです。このっぽろ神社は小高い丘の上にあります。町内会館までの道は立派な階段付きです。ここを下って次の目的地へ行こう。このっぽろ川を越えても今の住所は厚別東です。ただ昔は開拓した人々の出身が違ったようです。着いたのは昭和59年開業です。三菱地所と町内会が費用を負担して設置した西岸駅です。森林公園駅付近ですよ。この辺り一帯は三菱地所が開発しました。昭和46年から用地買収をはじめ、昭和48年このっぽろニュータウン起工、昭和50年森林公園ニュータウンが起工します。それまでは一面田んぼでした。このっぽろ川もなまらぐねぐねしてますね。この辺りは徳島から入植したので昔の地名は阿波開墾ですよ。なおこの頃の国道はこっち、今の国道12号になる道は山際をぐねぐねしてますよ。今の写真に重ねてみると旧国道は跡形もなく宅地化されてます。そして今の国道12号がぐねぐね改装してるの分かりますね。駅開業の頃、ここの地名はこのっぽろ、つまりこのっぽろ駅でもよかったわけです。そして阿波開墾の名前が残っていたっけ、阿波開墾駅だったかもです。阿波開墾駅、なまらかっこいい駅名ですね。さて、激チャリして江別に帰りますよ。文教大の入り口にはインパクト抜群のお店が昔あったよ。国道12号沿いにあったこのお店は通称ピンクマです。その後いつからかマッシュに変わってました。車止まってるけどやってるのかな、閉店してました。マッシュって今は歌屋とかと同じグループ、キャッツアイも同じグループだから近くにあるもんね。車が止まってるのはここが駐車場だからのようです。それでは今日のチャリはおしまいです。久しぶりの江別以外の探検いかがでしたか？ご意見ご感想どしどしコメントください。よろしければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。